辛い腹筋はできないし、起き上がると首が痛い。気になるのはお腹の上じゃなくて下っ側。そういった悩みはありませんか？できれば一種目で全部できたらいいのになって思いませんか？今回は寝て足を回すだけで腹筋全部使うことができます。めちゃくちゃ効率がいいです。布団やベッドの上、朝や夜、簡単にできるメニューになってますんで、一緒に頑張ってみましょう。メニューの一番最後にめちゃくちゃおすすめなフロッグキープ紹介してますんで、最後まで頑張ってみてください。全部5回になってます。腹筋は息を止めてしまうと腹筋の表面だけを使ってしまいます。それではお腹が引き締まりません。息をできるだけ吐く、もしくは数を一緒に数えながら行いましょう。スマホを置いてみるか、もしくは持ったまま見てください。まずは足を曲げたところから大きく回していきます。息吐きながら5回、1、2、3、4、5、反対回し、1、2、3、4、5、今度は膝曲げたまま回します。5回、1、しっかり抱えて、2、3、4、5、反対回し、1、2、3、4、5、左右に倒しましょう。1、2、3、4、5、このまま足を開いたら曲げましょう。5回、1、2、3、4、5、足を伸ばしたら曲げます。5回、1、2、3、4、5、今度は上から回します。1、2、3、4、5、 OK。 肘をついてスマホ見ながら行きましょう。しっかり抱えたら回します。ちょっと強度が上がります。5回、1、2、3、4、5、反対回し、1、2、3、4、5、左右に振りましょう。5回、1、2、3、4、5、
5、ここで回しましょう。5回、1、2、3、4、5、反対回し、1、2、3、4、5、伸ばしたら回します。5回、1、2、3、4、5、外回し、5回、1、2、3、4、5、伸ばしたら曲げましょう。5回、1、2、3、4、5、上から回しましょう。1、2、3、4、5、膝を交互に伸ばしましょう。10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、寝たら足を開きましょう。このまま頭を起こして息5秒吐いたら戻りましょう。5回、1、2、3、4、5、3、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、ラスト、5、2、3、4、5、 OK。 無理なく下腹がしっかり鍛えられました。腹斜筋も腹横筋も腹筋群全部鍛えられてますんで、今回の動画を毎日行うことで1週間もすればお腹がキュッと引き締まっていきます。慣れてきたら毎日続けてみて、経過をグッドボタンとコメントで教えてください。